どうも、皆さん、こんにちは。チャックバスです。本日はですね、ファミペイってありますよね。まあ、今までね、私の動画でファミペイってあんまり取り扱ってこなかったんですけども、その理由がですね、このファミペイっていうのは、クレジットカードからね、JCB のクレジットカードからチャージすることができるんですけども、1月2万円までしかね、チャージすることができないんですよね。ですので、あんまりね、私的にはね、あの、取り扱ってこなかったわけなんですけども、2023年の11月の22日よりですね、クレジットカードから チャージでででできききる上上限がすすねね、30万円まま引き上げらられたたっってていいいう風にななりの本日は、ね、こちらの解説やっていきたいなと思いますということで、早速ね、内容に入っていきたいんですけども、今回ね、クレジットカードからのチャージが2万円から30万円までね、引き上げられたということで、a n a マイルを貯めるっていうね、観点から見てですね、今回の変更がね、どういった感じで影響されるのかっていうのをですね、解説やっていきたいな、なんていう風に思いますので、気になる方はぜひね、最後までご覧いただければなと思います。 ということで、こちらね、公式サイトになっておりまして、2023年11月の22日にね、お知らせが来ておりましてえ20 10、2023、え、年、ー、5月15日より、月間の上限金額を一時的に制限していましたが、本人確認完了した後、各タージにおける上限を上げるとともに、上限金額内で任意設定できるようにしましたので、ご案内いたします。ということで、 T y f c っていうね、スマホの、えー、本人確認をね、完了すると、これで、ね、JCB のクレジットカードから、今まではね、2万円までしかチャージすることができなかったわけなんですけども、まあ、30万円までね、チャージすることができるようになりました。またね、銀行口座からも、今までは10万円が上限だったわけなんですけども、30万円までね、チャージすることができるようになりました。またね、こちら、えー、注意しておいていただきたいのは、 ファミマ T カードでね、利用されている方は、こちらね、ファミマ T カードに関しては変更はございませんということで、ファミマ T カードはね、今まで通りっていうふうになるわけなんですよね。で、ファミマ T カードは、こちらですね、1回のあたりの上限金額が3万円、1日あたりの上限金額が10万円、1ヶ月あたり10万円ということで、こちらね、ファミマ T カードはですね、まあ、今まで通りですね、上限金額がね、10万円に設定されているっていうふうになりますんで、 こちらをフィッシング詐欺防止のためみたいですね。1ヶ月あたりに上限が10万円になっているのは。ですので、まあ、ファミマ T カードは10万円だけど、それ以外の、えー、JCB のクレジットカードであれば、まあ、1ヶ月ね、30万円までチャージすることができるようになったということで、こちらね、もう2023年の11月の22日よりですね、もうね、利用することができるっていうふうになりますんで、このファミペイのね、あの、クレジットカードはチャージから、チャージですね、まあ、30万円まで利用することができるって言ったら、 になりますで、ちょっとね、こちらに画面ね、えー、切り替えさせていただきますけども、で、こちらにね、ちょっと画面出しておきますけども、こちらね、パミペイの、えー、アプリの、えー、トップページになってると思うんですけども、で、こちらね、あの30万円まで引き上げられたということで、このままね、チャージしようとしますよね。で、このままクレジットカードを選択して、えー、こちらね、 クレジットカードで、えー、チャージしようとするとですね、3万円までしかね、こちらチャージすることができないって言いがちになってるんですよね。今回ね、引き上げされたわけなんですけども、一つね、手続きを踏まなきゃいけないということで、ページからですね、左上のね、人のアイコンありますよね。こちらに行っていただいて、セキュリティ設定ですね。 で、こちらに行っていただくと、上限金額を30にするっていうのはね、ボタンがありますよね。これをね、オンにしていただくと、まあ、クレジットカードからね、チャージがまあ30万円までね、利用することができるって言いたがちになるんですよね。ですので、もしね、利用されたいっていう方は、これをね、本人確認とチャージ上限ね、30万円に設定のポチをね、押していただくって言いたがちになります。私もね、先日こちらね、本人確認しましたので、こちらポチっと押せば、 30万円になりますね。ですので、まあ、もしね、あの、利用されたいっていう方は、本人確認していただいて、30万円のこのポチをね、押していただくと、チャージ上限がね、30万円まで上がるっていうふうになりますんで、まあ、こういった感じでね、利用していただければなぁと思います。本人確認とこのボタンを押さないとね、チャージ上限自体がね、変更にならない仕様になっておりますんで、この点はね、注意していただきたいなぁ、なんていうふうに思います。 で、今回ですね、ファミペイのこのチャージ上限がですね、30万円まで引き上げられたということで、まあ、ANMI でね、貯める観点でこちらがね、どういった影響があるのかっていうのをですね、ちょっとね、私の方でえチャージルートね、考えてみました。まずですね、このファミペイっていうのは JCB のクレジットカードからしかチャージすることができません。またね、このね、JCB のクレジットカードっていうのは、ファミペイへのチャージですね。 ポイント付与対象外にね、入っているんですよね。ですので、お気づきポイントがね、貯まるようなクレジットカードからだと、このね、ファミペイのチャージっていうのは、ポイントが取れないんですよね。ですので、このマネックスカードに関してはですね、JCB のブランドなんですけども、貯まるポイントは おきどきポイントではなくて、マネックスポイントっていう風になりますんで、まあ、このカードだったらファミペインにチャージして還元が取れる。またね、マネックスカードはマネックスポイントが貯まって、マネックスポイントは T ポイントに交換することができるっていう風になりますんで、ANMIL ジャルマイルもね、交換することができるって言ったがちになります。で、このね、ルートで組んでいただくと、このルートは a アンドロイドの方しか利用することができないんですけども、アンドロイドの方であれば ANMIL 還元率は1.7%。まあ、普通の還元だったらですね、 2.5%で取ることができるっていった値になります。ルートとしてはマ、まあ、ネックスカードからファミペイにチャージ。で、ここで1%還元が取れます。こちらね、T ポイントに交換できますんで、じゃあ0.7%還元ですね。で、ファミペイから ANA ペイ。ここはえ還元はないわけなんですけども、チャージすることができます。で、またね、 anapay から楽天エディ。こちらで0.5%還元が取れて、楽天エディから楽天キャッシュ。この楽天エディから楽天キャッシュがですね、android しかね、対応してないっていう風になりますんで、ここ還元ないんですけども、この先はですね、android の方しか利用することができないって言ったになります。楽天キャッシュで、楽天証券でね、投資インタク月5枚まで、 購入することもできますし楽天ペイでね利用していただくと楽天ポイント1%還元取れるっていうふうになりますので50%でね交換することができますので 0.5%ANA マイル還元率っていうふうになりますまたね楽天ペイで請求書払いね手数料なしで利用することもできるっていうふうになりまして、まあ、こちらね ANA マイル還元率はここの0.7と0.50.5で1.7%還元が取れるっていただになりますこちらはね Android ユーザー ね。 まあ、おすすめのルートっていう風になります。ここはね、開通していくと、このね、楽天証券の、まあ、クレカ積み立てもね、利用することができるっていう風になりますんで、これはね、悪くないですよね。で、次ですね、iPhone の方に関しては、このね、まファミペイからですね、Apple Pay を使って和音にね、チャージすることができます。で、チャージしていただいて、ミニストップで和音払いで楽天バリアブルカードをね、購入していただくと、先ほどのルートがね、組めるっていう風になりますんで、 0.7%ANA マイル還元率っていうふうになりましてこちらもね1ポイントなんで 0.7%1.4% のこちら1%なんでこれは50%ですねですので1.4の0.5で ANA マイル還元率は1.9%還元で利用することができるって言った値になりますまあ利用することができるわけなんですけどもまあ出口はね楽天ペイっていうふうになりますんで投資信託購入とかになったらですねまあ エン還元っていう風になりますそんなに高くないですよねでもしですね近くにミニストップがなくてセブンイレブンで利用したいですよっていう方はまあ、こちらねここは本当にワオンはねあの7個に変わってミニストップが セブイレブンに変わって、えー、和音払いが7個払いに変わっただけなんですけども、ここね、7個の場合、還元がなくなりますんで、ANA マイル還元率はね、1.2%還元っていう風になります。まあ、こちらね、ちょっと下がってしまいますけども、セブイレブンしか近くにないよっていう方はね、こういったルートになります。で、今回ね、ファミペイが、えー、上限金額30万円に引き上げられて、まあ、一番ね、朗報なのは、まあ、このルートじゃないのかな、なんていう風に思っておりまして、ANAJCB ゴールドカードを利用されて 方はファミペイにチャージすることができますよねまあ先ほども言った通りですね還元はね取ることができませんできませんけども ana jcb ゴールドを持っている方はですねファミペイのね上限が引き上げられたことによってこのね楽天バリアブルカードをねファミペイで買っていただければ このね、楽天証券のね、投資信託購入がね、一月5万円まで、えー、簡単にね、えー、利用することができるようになるっていうふうになりますんで、これがね、一番の今回の朗報ではないのかな、なんていうふうに思います。まあ、還元はね、ここは取れないっていうふうになりますんで、まあ、ここの0.5%しかね、取ることができないんですけども、まあ ANA、ANA JCB ゴールドカードでですね、ANA ライフソリューションとかね、えー、ANA の決済額ね、貯めている方はですね、このルートが開通したっていうのはね、結構いい話ではない。 ななないいいのかななんていう,ふうに思います一応ねこの他のルートもね解説させていただくとこのファミペイっていうのはですねこの5と0の付く日にですねこのポサカードを購入していただくと通常の還元率を含めてね2%還元が取れるんですよねでバニラビザであれば 3D 席は通っておりますんでモバイル Suica にねチャージすることができますしまたねアマゾンギフトカードをね購入していただければこちらね 2%還元で購入することができて、こちらね、アマゾンで購入できたり、アマゾンペイでね、国税の支払いとかにもね、利用することができます。まあ、こちらね、ANA の JCB、ゴールドカードとかね、使っている方はですね、まあ2、2%還元でね、まあ、ファミペイのね、還元にはなりますけれども、モバイル水がね、チャージすることができたり、またね、 アマゾンギフトカードもね、2%で購入することができるっていうふうになりますんで、このルートはですね、結構ね、いいのではないのかな、なんていうふうに思いますので、ANA の JCB カードね、保有されている方は、ぜひこのルートね、覚えておいていただきたいな、なんていうふうに思います。やはりね、ここの投資インタグね、購入することができるっていう点はね、非常にいいですよね。 それでは次にですね、ANA の JCB カードを持っていて、決済額とプレーンポイントでね、ステータスがもらえる制度がね、ちょっと前に始まりましたよね。そちらを利用されている方はですね、このルートね、非常におすすめです。残念ながら、Android ユーザーの方しかね、利用することができないわけなんですけども、ANA のね、ゴールドカードからファミペイにチャージしてて,て、a n a p a で、a n a p a から楽天エディで、楽天エディから楽天キャッシュで、利用していただくとですね、 ANA カードで1回ね、カウントが入りますよね。ここでね、決済してますんで。で、またね、ANAPay で楽天エディでね、決済してますよね。ここでもね、カウントが入ると思いますので、 ダブルカウントでですね、ANA l イフソリューション o n 利用することができるっていう風になりますんで、ANA マイルがね、すごい溜まりますよって話ではなくてですね、ANA l イフソリューション o n 狙われている方はですね、このルートね、かなりいいのではないのかな、なんていう風に思いますので、こちらもね、ぜひ覚えておいていただきたいな、なんていう風に思います。こちらね、ダブルカウントが入って、しかも最後ですね、楽天証券のね、投資信託購入にもね、当てられるっていう風になりますんでね、 これはね、かなりおすすめなフルートだなと思います。 それでは次ですね、ANA マイル還元率、ね、1.9%還元のね、まあ、このルートを利用することがね、iPhone の方は利用することができるわけなんですけども、一応ね、今回チャージルートをね、紹介いたしましたので、今のね、私がお勧めさせていただいているルートね、おさらいしておきたいな、なんていうふうに思うんですけども、それはね、こちらですね、iPhone の方はですね、T カードプライムクレジットカードであれば、ANA マイル還元率、ね、1.55%、しかもね、このクレジットカードはですね、初年度年会費無料で、2年目以降もね、1回使えば 無料のクレジットカードなんですけども日曜の利用に対して1.5%還元が取れるクレジットカードなんですすよねですのでの T カードプライムから ANAPay に、ね、日曜日にチャージしていただくと ANA マイル還元率は1.05%が取ることができるんですよねでまたね ANAPay を利用していただければ0.5%取れるっていうふうになりますんでチャージねここだけルートを取っていただくだけで えー、a l m マイ還元率で、ね、1.55%還元がね、取れるっていう風になりますんで、iPhone に利用している方はですね、こちらね、非常におすすめです。一応、Android の方もね、利用することができると思います。で、またですね、最後ね、トヨタウォレットでね、あの、終わっていただければですね、さらにね、1%トヨタウォレット還元も取れるっていう風になりますんで、このクレジットカードでね、日曜日にね、ALA Pay にチャージしていただくのね、 かなりおすすめっていたわけになります。で、次にですね、ANA、Visa、マスターカード保有されている方で、まあ、Android ユーザーの方はですね、こちらね、非常におすすめです。あの、iPhone の方もね、途中までは利用することができますので、iPhone の方はです、ね、楽天 AD で終わっていただくと、a n a p イでね、 ID とかね、クレジットカード番号とか、えー、Apple Pay とかね、えー、終わらせていただければ、こちらね、1.5%還元がね、取れるって言ったらになります。で、Android ユーザーの方だとですね、ずっとチャージしていっていただいて、このね、AD からキャッシュがね、先ほども言った通り、Android の方だけね、ここ通ってるっていうふうになりますんで、Android ユーザーの方は最後ね、投資インタク購入までですね、こちらね、行くことができるっていうふうになりますんで、このルートはね、 アンドロイドユーザーの方であれば、かなりね、おすすめっていただになります。1.5%還元が取れて、 投資新宅はね、利用することができて、あ一応ね、あの、キャッシュの還元0.2%もね、取れます。で、楽天ペイで終われる方はですね、プラスね、0.5%還元。まあ、これはね、楽天ポイント還元にはなりますけども、まあ、これを入れていただくとですね、アンドロイドユーザーの方は、A レマイル還元率で最大2%で、キャッシュの還元0.2%とかもね、まあ、実現することができるっていうふうになりますんで、まあ、こちらもね、アンドロイドの方利用することができるんですけども、こちらもね、非常におす,すめ。 ていた感じになります。ANA ビザマスターのゴールドカードを保有されている方はですね、こちらのルートね結構おすすめっていう風になりますので、ぜひね覚えておいていただければなぁと思います。ということで今回ですね、マ、まあ、ネックスカードからまあファミペイねチャージしたルートで一番還元率がいいのはねこちらのルートになるわけなんですよね。まあ、ANA マイル還元率1.9%還元でまあここまでね行くことができて、iPhone の方はねこのルートたどれるっていう風になりますし。 またね、アンドロイドユーザーの方もですね、こちらのルートでね、1.7%取れるっていうふうになりますんで、まあそこまでね、悪くはないわけなんですけども、まあチャージはね、結構繰り返しますんで、結構大変ですかね。ですので、まあ個人的にはですね、も、ま、う、あ、このルートはね、本当に簡単でね、あの利用しやすくてね、いいのかな、なんていうふうに思いますので、まあここはね、お好みはなりますけども、ぜひね、えー、覚えておいていただければな、なんていうふうに思います。 ということで、今回ですね、ファミペイがチャージ上限をですね、30万円まで引き上げね、発表いたしましたので、これによってですね、ANA マイルを貯める環境についてですね、解説させていただいたわけなんですけども、まあ、個人的にはですね、まあ、チャージを繰り返すのもね、まあ、私みたいに時間がある人はね、いいんですけども、まあ、普通の方はね、まあ、ここまでね、めんどくさいんでね、まあ、やらないかな、なんていうふうに思いますので、一応まあ、こんなルートもあるよっていうことはですね、ぜひね、覚えておいていただければなと思います。 今回の動画ねこんな感じで終わりたいなと思いますこの動画が気に入った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします私ブログツイッターインスタグラム LINE 公式アカウント最近ね YouTube ショートもですね力入れておりますのでぜひねチェックしてあげるととても嬉しいですそれではまた次の動画でお会いいたしましょうバイバイ